海と日本。野生のイルカに出会えるイルカウォッチングが盛んな天草の海。そんな天草でイルカをモチーフにしたユニークな商品が人気を集めています。その商品とは、お茶の販売を手掛ける松下園が考案したこちら、イルカの形のティーバッグです。イルカお湯に沈めると、あら不思議、海のような青になりました。この色みたいに本当とっても爽やかで美味しいです。全国で初めてこのイルカ型のティーバッグを作った松下園。そのきっかけとは、天草はやっぱイルカの町なので、うちはお茶屋さんなので、お茶の中にまあイルカの形でできたらいいなと思って。半年以上かけて開発したイルカ型のティーバッグ、青色の正体はブルーマローというハーブティー。また併設するカフェではイルカの形のケーキも楽しめます。外はサクサクで、中はしっとりで美味しいです。甘いよりも優しい味のガトーショコラですね。発案者の岡部さんは、天草のイルカと綺麗な海を見た後でこのティーバッグを楽しんでほしいと話します。イルカちゃんは楽しめる商品、エンターテインメントな商品なので、ここで来てもらってお子さんと一緒に楽しんでもらったりとか、ティータイムをより楽しくしてもらえれば、はい、いいかなと思います。天草の魅力を伝えるイルカのティーバッグ、ぜひ楽しんでみてください。海と日本。